こんにちは、チョコバナナです。今日はですね、バトル東京の余韻からまだ抜け出せていない、なんなら超バンコクからうちは多分まだ脱出できていないという感じなんですけれども、ライブが始まる前はタイのコーナー、全然知らん曲ばっかりだけどどう過ごしたらいいみたいなこと言ってたんですけど、知らない曲でも楽しいのが LDH でした。ありがとうございます。なんなら頭から離れなくて無限に再生しちゃってるんですけれども、今日はこちら、じゃじゃん、久しぶりにサンリオショップに行って、まごとくんを可愛くするグッズたちを買ってきたので、こちらを紹介していきたいと思います。ちなみに現地でグッズ開封というか最後に挑戦しようと思ったんですよ。アクスタとフォトカードのチャレンジ。アクスタがもう売り切れてて、私が買いに行った時に諦めました。こういう時もあるよね。もうだからもう大人の力を使ってゲットしたいなと思うんですけれども、現地でね、誠くんのね、このフォトカードだったりとか、あとね、このスーパーイーサセットとかをいただいたんですよ。すごくない？ちょっとありがたすぎてびっくりしちゃったんだけど、サバイバルのでっかい缶バッジ、これいいの？でっかい缶バッジと、あと多分これあれよね、前のバトル部東京時の応援する時の衣装とか、これもサバイバルの時の、もうこれ見て、生まれたてのイーサをいただいたので、こちらは大切にしようと思うんですけど、このカード系とか、あと缶バッジとかを可愛くするやつが売ってんのよ、いっぱい今サンリオに買ってきちゃいました。というわけで紹介していきます。サンリオ以外でもね、ちょっとプラザでもちょっと買ってきたものが一緒に入ってるんですけど、これはちょっとインスタに載せるね。なんかこういうの買ってきた、プラザ限定らしいんだけど、セラメディっていうのところのヘアパックらしいんだけど、セラミドとかケラチンとかが入ってるらしくて、なんか良さそうで買った。あとなんかこのスイカのグミ、スイカ大好きやから美味しそうだから買った。あとこのスポンジボブグッズたち、インスタ見てね。あとこれはね、買いたくてというかずっと買おうか迷ってたんですけど、ついに買っちゃった水とか入れると色が変わるタンブラーを買いました。これがね4種類ぐらいあったんですけど、一番オレンジが好きだなと思ったので、柄的にもねこんな感じの柄でめっちゃ可愛くない？これで編集しながらお水飲もうと思って買いました。というわけで今日はこっちの子たちを開けていきます。なんかさ、そんなに買うつもりなかったんだけど、合計5000円くらいになっててびっくりです。おまけみたいなやつもらえたんだけど、クロミちゃんにした。じゃじゃーん、なんかクリアシールでめっちゃ可愛くて、ポンポンプリンがなかったのでクロミちゃん選びました。これが欲しくて言ったの、このモコモコのトレカケースなんだけど、こんな感じ、これふわふわ素材なので、お尻の尻尾もついてて、こんなふわふわなトレカケースだったら可愛すぎると思って買ってきました。ボア生地トレーディングカードホルダーっていうやつですね。でこれがポンポンプリンなんですけど、結構いっぱいキャラクターいた。だけどプリンくんが好きだからプリンくん買いました。でクロミちゃんもちょっと買おうかなって迷ったんですけど、とりあえずプリンくん買った。ママごとくんもプリンくんみたいに可愛いかなね。なんかわからんけど BOT に IQ 置いてきた多分。でこれがさ、1000円しない、990円なの、やばくない？めっちゃ安いと思って、これ1250円ぐらいするかなと思ったの。安いって思って速攻買いました。ちょっといただいたトレカを入れちゃおうかな。マコトくん、どこ行っちゃったんだ。あ、いた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 。これ入るかな？入る？これワンチャン入んない気もする。あ、いけちゃう。待って、それはそれは可愛くなってしまう。じゃじゃーん、可愛すぎる。可愛くて泣いちゃいそう。ちょっとポチャッコと迷ったんですけど、ポチャッコでもよかったかな。可愛い。でもなんかこう赤だから、ちょっとキティさんとかとも迷ったんですけど、とりあえずワイが大好きなポンポンプリンのプリンくんのやつを買いました。ちょっとなんか若干形がなんかちょっといびつにはなってるけどさ、わかる？こっちのなんかふわふわの方がちょっと大きくない？個体差が多分あるよね。でワイが選んだやつがなんか中にゴミかなんかが入っちゃってて、ちょっと新しいの持ってきますねって店員さんが新しいの持ってきてくれたので、こちらでいいですかって確認してくれたんですけど、なんか顔はワイが前選んでたやつの可愛かったなと思ったんだけど、まあまあまあ店員さんが選んでくれたからいいやと思ってこれにした。なんかほっぺがねちょっとチーク入ってて可愛いんですよこれ。で孫徳にも可愛い、めっちゃ可愛くてちょっとやばい、どうしよう、デーデーしちゃうんだけど、やばいやばい、可愛い。でもう一個このなんて言うんだっけ、この子の名前、マルモフビオリっていう、この子いるじゃん、なんだっけこの子の名前、もちまるくんじゃなくて、もちまるちゃんじゃなくて、モフモフちゃんじゃなくて、この子が可愛くて買ったんですけど、これはちょっとイーサ入れようと思って買いました。もうね、本当にバトルオブ東京をめちゃめちゃイーサくん見ちゃって、今沼に片足をぶち入れてる状態、ちょっと足が抜けなくてどうしようって感じだから、もう帰ってきてからもずっとさ、なんかサイキックのさ YouTube を見続けてるわけよ。うちは新しいのが全然更新されないじゃん。だから忙しいならうち編集するから、素材だけください、ありがとうございます。任して、うちに任して、マジで。こっちはねチェキ用フォルダーなので若干サイズ違うんかな、ちょっと待って、若干違う
違うわ。こっちが 6.4 の 8.9。 6.4 の 8.9。 こっちが 5.4、 横が 5.4 で上が 8.6 ということなんで若干小さくなるんですけど、これにイース入るかな。入んないかも。うわ、入んないかもしんない。入れてみるかとりあえず。入んなかったらちょっと悲しい。ちょっと待って、スリーブ取ったら入れるかな。あー、入んない。チェキサイズのなんかあったかな。何が入んだろう逆に。これ LDH 系のやつだった。入んないんだ。あの、みんなの勉強になったね。どうしよう。まあいっか。あ、ちょっと待って、あれがあるかも。あ、そう、これこれこれ、バトルオブ東京のこれなら入りそう。あ、多分いける。あのさ、これウェハースについてたやつなら多分入る。入れてみる。わ、イーサー用に買ったんだけど誠くん用になっちゃうな。あ、しゃ、入るわ、全然余裕。イーサー用に買ったけど、誠くんも可愛いわ。可愛い。髪の毛おそろじゃん、このモフマルくんみたいなやつと。バトルオブ東京のウェハースなら入るサイズか。てか、ぴったりなのかな。多分、ウェハースだと、こっちだと若干大きいんかな。まあ、そんなに多分気になんないけど。っていう感じのカードホルダーでした。よかった、入れられるものあって。てか、ウェハースもさ、なんか新しいの出んだよね、確か。欲しいんだけどさ、あれさ、買っといた方がいいかな。前もさ、ちょっと売り切れてて、手に入らなかったからさ。これもね、600円ぐらいだったかな。と思います。で、もう一個入れられるやつで、これ缶バッチケースを入れ買ってきたんですけど、これはね、あのポチャッコにしました。なんか誠くんポチャッコみたいな感じしない？なんか緑っぽいイメージ。ワイは緑のイメージが誠くん強いんだけど。で、多分これ Vlog 出してるないからさ、まだわかんないと思うんですけど、ガチャで5回回したら誠くん出たの。やばくない？これもう仲直り大作戦だよね、本当に。これ見て。どうでも本当に泣きそうだった。で、他もちょっといい感じだったから、ちょっと Vlog もうちょっと待っててほしいんだけど、あの、お前は早く編集してって感じなんですけど、これをちょっと入れます。本当はね、あの、16の缶バッジ入れたかったんですけど、あれは持ってないから、あれも当てたいんだよね。で、結構さ、会場ガチャ誠くん出るんだよね、お前。はぁ、かわいい。かわいくて若干ちょっと切れそう。うちわの形になってる缶バッジか。可愛すぎて爆笑だよ。可愛い。ポチャッコ合うわ。これを入れたかったんで買ってきました。あとね、この入れられる用の、このね、トレカ用スリーブがあって、いっぱい買っちゃった。1個500円なんですけど、柄が4つあって、5枚ずつあるの。まずね、ポチャッコがこんな感じ。これが2柄でしょ？で、こっち後ろがこんな感じ。で、これが、ポムポムプリンの柄。こっちが、まあ表面というか、2柄と、この後ろが。2柄。可愛くない？これ可愛いんだよね、これ。クロミちゃんのも買ってきた。だいたいなんかベースの柄とかは一緒なんだけど、まあキャラクターと色味がちょっと違うって感じのもので、これね、ホロが入ってるんですよ。キラキラの。なので、入れるだけで可愛くなるねーっていう感じですね。これも500円だから、スリーブ、まあでもスリーブそんなに、もともと安くないやつは安くないからね。なんですけど、これは自分で持っとく用のものを持っとこうと思って。あの、16のやつが、このプリンくんのやつと色味がさ、似てるから、これ入れたら可愛いっしょと思って買ってきた。あ、ちゃんと入るわ、フォトカーサイズ。めっちゃ可愛いじゃん。あ、ちょっと顔かぶりかけてるけど。めっちゃ可愛い。はぁ？可愛すぎてちょっと切れそうなんですけど。めっちゃ可愛い。サンリオありがとうすぎない？後ろはね、こんな感じで。キラキラだけ？柄はないんですけど。いやー、ありがてえわ、これは。で、ちょっとクロミちゃんは、なんか、ユセっぽいなと思って、ユセのさ、この、写真集のトレカもあるので、これスリーブに入れてないの、今、まだ。いや、入れるよっていう話なんだけど、入れようと思う。で、あとは、まあ、これは別に全然、あれなんですけど、クレヨンしんちゃんとサンリオがコラボしたやつが今日からかな、昨日からかなくらいから発売されてて、欲しかったので買ってきました。プリンくんはあのボーちゃんとのコラボだったので、プリンくんとボーちゃんの単体のグッズがなんかキーホルダーしかなかったんですけど、このみんなが写ってるやつの便箋ミニレターセットを2つ買ってきました。なんか最近さ、あの人と会う機会がなかなか増えてきたんですよ。なので、その時になんかちょっとしたお菓子渡したりとか、ワイなんて大阪に行ったりとか、そのライブでいろんなとこ行ったりする時に若干こうなんかメッセージをね、添えて渡すことが多いんですよ。うち平成の女だから、こういう手紙交換とか大好きやったから、こういうのがね、渡しちゃうんだけど、そういう時に使えるなと思って買いました。あと最後がこれ、シークレットリングっていうやつを買いました。ドリーミーデザインってやつなんですけど、ドリーミーデザインっていうだけあってめっちゃ可愛いのよ。だからどれ出ても可愛いなと思って、マイメロ、クロミ、シナモン、プリンくん、キティちゃん、
キキララちゃん、マイスイートピアノちゃん、コギミュンが出るんですけど、あれはね、クロミちゃんかプリンくんかコギミュンが欲しい。なんか多分普段さ、私服でつけることはないだろうけど、可愛いなと思って買ったのと、いとこの子供が、女の子、まだ1歳半ぐらいか。1歳半にもなってないかもしんない。この間1歳おめでとうやったばっかだよね、確か。あれ？まあ、その、いとこの子供も可愛いので、可愛いの出たらあげようかなと思って。こういうの好きじゃん。まだわかんないか、でも、まだそういうのわかんないかもしんないけど、初めてのいとこに初めての女の子ができたということで、同志なんでね、女の子は。何が出るでしょう。あ、ちょっとピンクっぽい。可愛い。あ、ピアノちゃんだ。可愛い。こんな感じです。ドリーミーデザインっていうことなので、ここになんかお花？いちご？がついてます。いとこの子供にぴったりなこの淡いピンク。可愛いね。食べちゃわないサイズだとは思うので、今度福島帰省した時にあげたいと思います。ちょっと貢ぎ癖が出てしまうね。というわけで、こんな感じでした。スリーブだったりとかさ、ケースだったりとかさ、可愛いマジで。しかもさ、そんなに高くないとこがいいよね。やっぱ推しにさ、使いたいじゃん。基本的にお金はさ。だけどさ、こういう可愛くするグッズも欲しいじゃんっていうくらいの値段。1000円いかないくらいの価格帯で買えちゃうので、なかなか本当にありがたいですわ。サンリオさんありがとうございます。一旦ね、BOT が終わったということで、皆さん一息ついてる頃からと思うんですけれども、明日はシクスティーンのネクストステージのね、今和の国かっていう話なんですけど、ネクストステージの当落とかもありますので、まだまだ2023年の後半戦も楽しいことばっかりなので、お分けはできたらなと思います。というわけで、今回買ったものは多分オンラインとかでも買えるし、店舗行ってもね、どれもね、最後の1個とかはなかったと思うの。なので、ぜひぜひ気になった方だったりとか、サンリオ好きだなーって方とか、普段は買わないけど、これ見て可愛いなと思った方は、ぜひぜひ買ってみてください。ぜひぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。それでは、チョコバナナでした。